来週14日はホワイトデー。全国のクッキーを集めたイベントが今日から始まりました。可愛らしいスイーツが並ぶ、その名もクッキー百貨店。37のブランドのうち半数の18のブランドが初出店です。見た目も可愛らしいこのクッキー、卵や乳製品は使わずに植物性のもので作られたビーガンスイーツです。ではこちらのクッキーをいただきます。食感がサクサクしていて美味しいです。甘みはメープルシロップの甘みがふんわりと香ってきて、卵や乳製品を使っていないとは思えないです。ズレヤ百貨店がおよそ100人に行ったアンケートから今回出品が実現したのが、東京世田谷にある人気店です。このクッキーを選んだカップルは、自分用買おうかなと思ってたんですけど買ってくれるそうです、あわよくば一緒に食べます県内からも5つのブランドが出品。天草の塩やトマトバジルなど一味違ったクッキーも。初日の午後には完売する商品も多くありました。いろいろ種類ありすぎてもう悩んでるっていう状態ですね、はい、普段いつもお世話してもらってるのでもう本当にありがとうございますっていう気持ちで、はい、クッキー百貨店はホワイトデーの今月14日まで開かれています。